チューン24セカンドスプリングコレクションのラインナップ動画を撮っていこうと思います。今回の洋服たちはワークやミリタリー、そしてスポーツのヴィンテージの洋服をね元に制作をしたので、24セカンドスプリングコレクションのテーマとしましては動きをテーマに今回制作をしました。春にガシガシ着ていける、かつてね男性たちが動くためにね着ていた服を自分らしくね現代のトレンドを取り入れて、そしてね何よりも低身長164センチの僕だったり、あとはいつも見ていただいてる160センチ台の方や150センチ台の方、あとは最近増えてきたのが体は女性だけども気持ちは男性みたいな、そういう方も背が低い人が多いんでシーンをね利用している、シーンが素晴らしいって、ね、言ってくれてる方も増えてきました。本当にねいつもありがとうございます。でね、ルックの撮影地をね探す際にもやっぱ動きとかワークをねキーワードに、工場跡地や倉庫跡地、あとは牧場跡地とか、撮影もね僕がディレクションをしてますので、撮影地もリサーチして、千葉県の銚子のもともと工業系の学校だったところを撮影地にしました。あとは海際の昔牧場だったところにも撮影しに行きました。ルックもねめちゃくちゃかっこよくできたんでね、よかったらご覧ください。ちなみにこちら今映っているロン毛のかっこいい人ですね、167センチの僕と同じで60センチ台のいわゆる低身長男性さんがね、来てますので、よかったらこちらも参考にしてみてください。超かっこいい。まずはね24セカンドスプリングコレクションのラインナップをご覧ください。では本編どうぞ。ってことでね、今回ね動きというテーマでアイテムを制作しました。動きというテーマでアイテムを制作していく上で、やっぱりねこうシューンも最近はユニクロとかの他のプチプラの動画よりも再生回数がね回ったりするんですよ。やっぱブランドとしても成長して、今後ね日本とか世界にねこう拡大していくブランドとしても動いていく、やっぱりね低身長ファッションっていうねニッチなジャンルで大きくしていこうというのはねかなり難しいんですが、こうやってねシューンの動画をご覧いただいてるねみんなと一緒にね低身長なねファッションは難しいというね、その固定観念を動かしてね変えていければいいなと思ってね、そんな思いで作ったのがこちらのセットアップのベースとパンツでございます。このねセットアップかっこいいね。前回発売したブルゾンともねセットアップで3点セットでも着ていただけるアイテムでございます。こちら商品名がベストがテックベスト、シンプルなねネーミングにしました。こちらのパンツがテック BDU パンツでございます。カラー名がミッドナイト、いいですね。都会の深夜の空をイメージしました。普通夜の空って黒くて真っ暗みたいなイメージもあったりするけど、やっぱり空ってこう黒い一色じゃないや、特に都会の空は都会の光が漏れて若干こうグレイッシュということで、その実際の空の色のようにですね黒でもないでもネイビーでもない、そんなねグレイッシュネイビーのようなカラーにしました。前回ねドーンという夜明けの色をねイメージしたシャツがあったので、今回はカラー名をミッドナイトにしました。いいですね。こちら素材に関しては同じものを使っていまして、縦糸に40番手のコットンの糸を使っていまして、横にナイロンとウレタンの糸を使っています。なのでナイロンを使っていますので非常に丈夫でかつ軽い生地感に仕上がっています。軽いんで低身長の僕が着ても体に沿ってくれますので、ゴワッとね着られてる印象には見えない、そんなね絶妙な生地感に仕上がっています。やっぱりね着られてる印象の大きな原因っていうのはね、その素材にも1個関係してまして、こういう軍物のアイテムは元が結構丈夫で分厚い厚手のコットンとかで作られてることが多いんで、低身長には似合わないって僕も昔は思っていたんですが、それならば低身長にも似合うアイテムを作ろうと思ってこの生地を選定して、低身長でも着られてるかの出ないベストを作りました。しかもこの素材に関してはストレッチ性もあるんですよ。このように引っ張ると伸縮性があってかなり動きやすい、着ていてストレスがなく、あとはねこうガタイがいいとかいう人にも問題なく着ていただけるセットアップに仕上がっています。やっぱりね低身長男性って体がごつい人も多いやんか、そもそもの体格がごつい人とか、あとは低身長でも男らしく生きたいから頑張って筋トレして鍛えた人、本当にそういう人を尊敬するんだけど、そういう人ってさ着る服がなかなかないやん。でもこれはね伸縮性があるんで、そんな人でもストレスなくね着ていただける、そんなねセットアップを今回は作りました。デザインに関しましては今季マストと言われているテック系のねデザインを採用しました。僕もね
ャンルといえばテック系遠いとバムは来ないと思っていたけども、それでも今ねめっちゃ来たくなってるんですよ。そういう人さ多いと思うね。テックとかはちょっと俺ええかなと思った人、多分もうテック系買ってるやんか今、うん、買ってるか買いたいけど似合う服がないからどうしようか迷ってる人多いと思うんですよ。で僕もね迷ってる側やったけども、ならば迷ってるぐらいなら旬で作ってそれ着たらええやんってことでね、今回こちらテック系のデザインを採用しております。このさこう真っ黒すぎない、しかも生地も軽い SS のベストと BDU パンツのセットアップ、これはめちゃくちゃ旬らしい、めちゃくちゃいいアイテムに、ね、なったなとね、めっちゃ気に入ってます。ベストは米軍のエクワックスのね第一世代の形をねベースに制作しました。あの時のエクワックスの服はここの斜めのポケットがね非常に印象的だったので、ここに斜めのポケットをつけて、かつフラップはあえてつけない、でもジップがいかつすぎるとアイテムとして無骨になっちゃう、都会的な印象がなくなっちゃう、低身長にも似合いづらくなる、それを避けたかったんでかなり切れ目なちっちゃい小ぶりのねファスナーをつけております。これによって都会的なでもシンプルすぎないね絶妙ようなデザインに仕上がっております。で袖口にはこちらですねストレッチテープを使用しております。なので袖周りがこう生地が余ってるとダボついたりして、それも生地がこの辺がダボつくとまた切られてる感、サイズ合ってない感が出るんですよ。それを避けるためにここをパイピングして肩周りあとは脇ここのシルエットがすっきり見えるようにしました。これによって164センチの僕が着ても肩が出すぎていないちゃんちゃんこみたいなさ七五三とかそういうシルエットにならないデザインにしております。僕はシンプルに顔がでかいねんけども、低身長って普通の顔のサイズでもさ縦の長さが短いから顔が相対的にどうしても大きく見えちゃう人多いんですよ。でその上スタンドカラーの今めっちゃ流行っているベストを着て襟元が詰まって顔が大きく見えちゃうとよりスタイルが悪く低身長に見えちゃうと、シウンは絶対にそれを避けへんとあかんから、このね襟前のシルエットをめちゃくちゃ調整に調整を重ねて、ここだけで多分ねもう4ヶ月間ぐらい調整修正してもらう、帰ってくる調整修正、これをねもうほんまにうざいぐらいしました。修正してくれる工場がブチ切れるんじゃないかって不安になるぐらい修正に修正を重ねた、このね襟周り意識したポイントは襟の高さ、これが高すぎるとこのように顔が大きく見えちゃう、でも低すぎたら逆に今流行りのスタンドカラーでベストを作った意味がなくなっちゃう。だからこの高さを高くはするけど前に垂らすことによって首の見える面積が増えてあまり顔がでかく見えすぎない、そういう工夫をしました。もう一個はここの幅、ここも幅が狭すぎると窮屈な印象に見えてかっこいいねんけど顔は大きいよねってなっちゃうんですよ。でも広すぎると逆になんか筒をかぶってるみたいな、だから着られてる印象が強くなるんですよ。この絶妙なラインを攻めました。着られてる印象も出ないように、でも狭すぎると低身長が残念がある、低身長でビッグフェイスな僕が着れないアイテムになっちゃう、それをね避けるためにこのね襟周り非常に調整に調整を重ねました。で前のデザインに関しては肥沃にしてよりね都会的な印象にしておりますし、一番はねここのジップだけやったら非常にシンプルであまり面白みがないし、あとは収納面とかにおいても機能的ではないってなっちゃうんだけども、その問題をここにもねポケットをつけることによって収納面においてもあとはデザイン面においても一工夫ねしております。着丈に関してはもちろん低身長でも着てるように着丈身幅その辺も調整しておりまして、かつ肩も出すぎるとそれこそ着られてる印象が非常に強く、あとはなんかこう将軍みたいなのがさこう武士がこうあれ羽織やあれみたいになっちゃうし、そこを避けたかったんで絶妙な位置にね設定しております。でねシルエットにおいても今はストーンと落ちるシルエットよりも丸みのあるシルエットの方がトレンドなので、ここまでね裾もウエストゴムを絞ることによってトレンドのシルエットも出しつつプラス着丈もねその分縮めて短くしてるんで低身長でも着やすくかつトレンドも追える、そんなね最高のベストに仕上がっております。こちらのパンツは1980年代から90年代の BDU カーゴパンツをベースに制作しました。でねやっぱ米軍とかそういうミリタリーのものがソースのアイテムってさ欧米の人に向けて作ってるからめちゃくちゃダボつくものが多いんですよ。だから軍パンは履かない、そう思ってる方も多いし、今までシウンでは低身長で着やすいデザインでサイジングでしているけども、そういうミリタリーデザインの背景も踏襲したかったからさスタイルよく見えるかつ
つ結構存在感のあるシルエットに仕上げていたんですが、今回はですねスタイルアップにパラメータを振ってこの軍パンを制作しました。なんでまず股髪を本物の軍パンからもうゴリ削りして、足が長くシルエットが綺麗に見えるようにしました。これによって164センチの僕や167センチのこちらロン毛のね新谷くんでもかっこよくね着れるようになっております。これはねマジで革命で、プラス股髪ちっちゃくしてお尻周りもちっちゃくしたらどこに違和感が生まれるかというと、デザイン面ですよね。デザイン面を変えないとバランスが崩壊しちゃうんですよ。でそこで何を変えたかというと、ポケットのサイズ感、ここの横についているポケット、これが M の複合のままでいくとでかすぎるんですよね。なんで低身長でも合うように実用的なサイズではあるんですが、これをちっちゃめにして少し上に持ってきております。なので足が長く見えるんですよね。普通ポケットが下につけばつくほどアイテムとしての重心は下に来ます。重心が下に来ちゃうと足が短く見えちゃうんですよね。なんでこちらこのねポケットも、僕たち低身長の言葉悪いかもしれへんけど、僕みたいな短足に似合うようにしてるんですよ。こんな軍パンはマジでね世にないと、もう断言できちゃうほどいい仕上がりになっております。しかもこのミッドナイトっていうカラーもいかつすぎない爽やかな知的な印象もあるネイビーなので、ここもね色も含めて低身長にぴったりかなとね思います。以前発売したブルゾンともねセットアップできるし、こちらのベストとも3点セットできて、ショルダーバッグ背負ってヘッドホンなんかしちゃえばモテモテのシティボーイの完成なんで、低身長でシティボーイ実現できるバンド、しかもスタイルを決めて、かつ裾上げをいらなくてズボンを履く位置もウエストあたりでもいいし、全然サイズのお直しもいらない、そんなねブランドありまっかと。まだまだねポイントがありまして、まず軍物のね要素を入れるならば、ここのポケットのフラップは角を取った丸いシュレットにするべきなんですが、丸すぎるとやっぱ都会的な印象がなくなっちゃうし、綺麗めな印象がなくなってカジュアルなパンツになる。なのでこちら角をねあえて出して都会的な印象の軍パンに仕上げています。であと5つほどね話したいポイントがあって、まず生地に関してはさっきもコットンとナイロンのね混合の生地を使ってるって言ったんですが、テックブルゾンね買ってくれた人は感動してると思うけど、洗い加工をしていますので表面がね凹凸があるんですよ。でこの凹凸がねまたねシンプルすぎず、こう生地の奥行きを生んでて、それがね高級感につながっております。もう一個はこちらウエストがドローコードになっております。シウン史上初のドローコードなんで、ベルトがなくても履ける。でも世のドローコードのパンツはそもそものウエストがでかすぎて、紐だけ縛ってもズボンずってくるとか、ここの前だけきつすぎてなんか違和感あって結局ベルトをするってなっちゃう方も多いと思うんですが、そこも164センチ55キロの低身長で、かつウエストが僕細いんですけども、その僕でも違和感なく履けるようにしてますので、こちらマジでベルトいらずのパンツに仕上がっております。そこがめちゃくちゃいい、ほんまにめっちゃ好き。でもう一個ねデザイン面においてめっちゃいいとこがあって、こちら後ろにねアジャスターがついてるんですよ。アジャスターもゴリゴリ使うというよりかは飾りに近いんですが、このねアジャスターも金属のパーツめちゃくちゃね選ぶの苦戦して、一切妥協なくねかっこいい金属のパーツを選んでおります。プチプラ帯のブランドってこういうのプラスチックなことが多いんですよね。ただシーンはねパンツ結構1万円以下で買えるブランドではあるんですが、ここのパーツもね金属のものを選んで妥協せずにやっております。でもう一個が横のポケットなんですけども、こちらですね前はスタイリッシュに見えるようにマチがポケットについていないんですが、両方ともマチがついていないとあまりにもシンプルすぎる、つまんない、シウンで買う意味がサイズ以外になくなっちゃう、そんなんは悲しいんで、後ろはねこちらマチをつけて立体感のあるポケットにしております。それによって内容量もシンプルに増えるし、デザインにも効いてくると、そこが非常にこだわったポイントで、プラス裾口にねドローコードがついていますので、裾を絞って履くこともできます。なんでもう低身長が欲しいサイズ感プラス低身長が必要なドローコードや、プラスその辺のプチプラのブランドにはないデザインを全部詰め込んだ、そんなね夢のような軍パンでございます。しかも軽い、イージーケア最高賞。そんなねしたいことを全部詰め込んだこちらのベストと軍パン、こちらですね別々の販売でございます。まずベストに関してはこれほどねこだわりをもうゴリ詰めして、低身長がかっこよけるベストもうこれ以外ないと言っても過言ではないぐらい非常にねいい仕上がりになっております。ベストに関してはチームでは初挑戦っていうこともあって、割とね枚数がすいません結構少ないです。なんで数にね限りがございますので、早めにね検討をしていただきたいですね。これで
このベストがですね、普通の原価率、相場感で言うと、まあ14,000-15,000円でね、出すのが普通ですが、やっぱりね、シューンはオンライン限定、かつオンラインでも自社 EC って言って、大手 EC のように手数料が発生しない EC をね、使用していますので、プラススタッフもかなり少ない。この4点からですね、原価率とかをぶち上げて、非常にね、市場ではありえない金額でアイテムを出しております。で、そんなね、市場では税込みで16,500円とかいうのが普通のアイテムですが、今回ですね、こちら頑張らせていただいて、10,000円を切ってね、税込みで9,900円の発売でございます。でね、こちらのテック BDU パンツに関しては、こんだけね、したいことを詰め込むと、パーツが増えれば増えるほど、工賃もね、ぶち上がっちゃいますので、普通で言えば、こちらもね、2万とか、安くても18,000円とかになっちゃうんですが、今回ですね、もちろんシューンで作るっていうことで、かなりね、手に取りやすい料金に設定しております。もちろんね、15,000円も切って、10,000円も切ってね、こちらも9,900円で発売しますのでね、こちらも結構ね、数は多めに作りましたが、言うてね、シューンでいつもパンツが人気でね、在庫ね、サイズ掛けしやすいのでね、早めに検討していただけると幸いです。こちらのベストをね、160センチの方が XS を着た動画がこちらです。164センチの僕が S を着た動画がこちらです。171センチの方が M を着た動画がこちらです。こちらの BDU パンツをですね、160センチの方が XS を着たらこんな感じです。164センチの僕が S を着たらこんな感じです。171センチの方が M を着たらこんな感じです。ぜひね、サイズの参考にしてください。で、最後にね、付け加えると、こちらもね、2人で選択が可能です。ぜひね、検討してください。次のアイテムがこちら、オンブレシャツでございます。これめっちゃかっこいいやろ。シーウン史上ね、一番かっこよくできたシャツと言っても過言ではないほどね、素晴らしいアイテムに仕上がっております。こちらまずカラーがグレー、シンプルなカラー名にしました。そしてね、生地は30番手のレーヨンを使用して、縦90本横70本のやや緩めな打ち込みで織り上げました。で、その生地をですね、シャモン織り組織で仕上げました。さらにそこから製品洗いをしていまして、20度で10分間洗いをかけて、この若干起毛感のある柔らかなタッチと膨らみを出しました。着ていて風になびくこのドレープ感がめちゃくちゃかっこいい。で、レーヨンなんですけれども、この嫌なテカリが一切ないこの絶妙な生地、ここもね、僕が非常に好きなポイントでございます。デザインに関しては定番のシウンのコットトーンシャツよりかは少し大きめに作ったけども、生地が落ち感のあるドレープ感が強いんで、余った生地がこう揺れてくれて、そこはね、より色気を演出します。はい、なんで春夏とね、このシャツを着ておくだけで様になる、デートとか遊び、普段の生活でね、一群を張ってくれる、そんなね、素晴らしいシャツに仕上がっております。着丈は前身頃の方が短い作りになっていますので、低身長の僕が着ても着丈が長すぎない、だから足が長く見える、そんなね、シルエットに仕上がりました。かつこのチェック柄なんですけども、こちらはやっぱりチェックって子供っぽいとか低身長には似合わない小さいおじさんに見えるで、そう言われてきた人も多いと思うんですよ。僕もその一人で、家族とか友人にチェックはやめた方がいいんじゃないと言われたことも結構あったんですが、そんな低身長でかつおじさん顔の僕が着てもかっこよく決まるような都会的なチェック柄にしております。モノトーンなんで、こういった BDU パンツでもスラックスでも合うし、どんな服にでも合うチェック柄にねしております。普通こういうチェックってフランネルの結構硬めの生地のシャツが多いねんけども、こういうね、起毛感はフランネルっぽくてあんねんけども、この落ち感のあるね、このバランスがいいよな。でね、もちろん袖口もね、ボタンが2個ついていて、絞るとちゃんとした印象になりますし、緩めるとカジュアルな印象になれる。そうやってね、着こなしの幅もね、非常に広いアイテムでございます。こちらがね、今回
回発売するラインナップの中で一番反響のねあったシャツでございます。またねボタンもね高級感のあるものを使っております。生地も高級感あるしボタンもかっこいいんかいと。シルエットも生地も、まあ、妥協をね一切許してないそんなねアイテムに仕上がっております。こちらのアイテムですが今までのシャツとは少し型が違いますので申し訳ないですがこちらもね枚数が若干少ないです。なので早めにね検討していただければと思います。こちらの柄シャツですね普通の相場で言うたら多分1万6000とか絶対します。なんならブランドによっちゃ2万とか全然してもおかしくないというシャツでございますね。ただ今回ですねやっぱシウムで発売するにあたって手に取りやすい金額ってことでもちろんね1万円を切って9000円はね切ってこちら税込みで8800円でね発売いたします。こんなにかっこいいシャツが88はねマジでないよ。あったら持ってきてほしい。まあそれぐらいね自信があるシャツでございますのでねこちらぜひねあのタンクトップでもいいし白 T でもいいしねいろんな合わせでね楽しんでください。まあこのようにねブルゾンと合わせてもかっこいいです。このシャツですね160センチの方が XS を着たのがこちらです。164センチの僕が S を着たのがこちらです。171センチの方が M を着たのがこちらです。ぜひねサイズの参考にしてください。こちらもね家庭で洗濯が可能です。めちゃくちゃかっこいい。はい次に紹介していくのが今ね僕も着用してるねブラックのこのアイテムとこちらのね気なりのアイテムでございます。商品名がコットンフットボールロングスリーブティーでございます。今流行りのフットボールティーを自分らしく低身長でもね似合うように仕上げました。まずねカラーがこちらがスミクロでこちらが気なりでございます。シウンっていうね日本語のブランドですのでカラーもねこちらに関しては日本語の表記をねしております。実はね一個一個カラー名も僕が考えていますのでどっかねこのフットボールティーやけども和の印象を感じてほしくてこちらね日本語のカラー名にしました。素材に関してはねこちらコットンの20層の天軸素材で程よいね張りのある素材感をしております。しかもね程よく厚みがあるんで白でもねもちろん透けないロンティーになっております。で生地も分厚すぎるとガタイがいい人来たら着膨れしちゃうしかつ薄すぎると華奢な人が来たら結構ね頼りない印象になっちゃう。ただこれはその中間をねいけるぐらいの生地感にしてますので春夏秋冬とねオールシーズンで使えるものに仕上がっております。このね程よい厚みでかつ洗いのかかっている生地でなおかつこのねナチュラルな色味この辺がね非常に気に入っているポイントですね。デザインに関しては60年代のヴィンテージのねこちらのフットボールティーを参考にしております。やっぱりね大きな特徴はこちらのキャップショルダーと言われている肩のね独特なパターンこちらを普通はここの胸からまっすぐついているんですがそうすると肩が落ちすぎてここのフットボールティーってさ首丈のものが多いから肩落ちてる割に首丈ってことで腕がねもう激短く見えちゃうんですよ。ただそれを避けるためにまず肩の位置をこうねクッと上に来るようにしました。で見え方はフットボールティーでかっこいいトレンドやけども実は肩がクッと上がっているんで低身長で腕が短い僕が着ても腕がね短く見えない。腕が短く見えるともう最悪なんよ。マジで顔が大きく見えてスタイルが悪く見えて身長もちっちゃく見えて子供っぽく見えてシンプルでねかっこ悪くなっちゃう。でもこうやって腕がね長く見えることによってそれが一気に全部反転するよ。スタイルがよく見えて大人っぽく見えてかっこよく見えるとそういうねフットボールティーやけども低身長のね僕とかあとフォロワーさんにね少しでもかっこよく着てもらいたいそういう一心でねこの肩のね上がり具合を見りたいんでね調整しました。上がりすぎるとね普通のなんか意味わからんデザインになっちゃうし下がりすぎても難しいとここね塩梅がねすごい大事です。個人的にはねまだまだね言いたいポイントがあってまずここの襟の開き具合ねここ若干広いねでも前には垂れすぎてないよ。これによって前に垂れすぎるとちょっとセクシーすぎんのが苦手やっていう人もここが空いてるからさいやらしくなりすぎずかつね首が長く見えて小顔効果が生まれると。なんで僕みたいなビッグフェイスが着てもかっこよくなりやすい低身長が着ても小顔に見えると。このねロンティーを着てる時に友達に言われたんが普段とスタイル違いすぎてほんまにすごいなってびっくり
くりされたんですよ。それぐらいね、威力のあるデザインをシルエットしております。かつですね、この襟周りプラス肩プラスもう3つあって、腕周りで言うとここの袖の丈感、164センチの木でもこのようにね、握り拳が隠れるか隠れないかぐらいに設定していますので、腕が長く見えます。切られてる印象がなくなる、かつフットボールティーの雰囲気も残せるとね、こんだけね攻めた丈感のフットボールティーはね他には出てない。かつここの脇もね意外に締まってるんよ。だからすっきり見える、腕も長く見える。ここが甘すぎるとそれはそれでかっこいいねんけども、腕が長く見えるかっていうと見えないですよね。そこの絶妙なバランスをね、調整に調整を重ねたフットボールティーでございます。プラスこの着丈ね、着丈ももちろんね世にあるものは全部長いんですが、今回ね詰めて作っていますので、低身長でも着やすい丈感にしていて、かつね短すぎるとそれはそれでねチャッチく見えますので、ポケットにね手を入れた際に生地が絶妙にねたまるようにはしてるけども、着丈はもちろん他のものよりかは短くしております。なんでね、ほんまに低身長が作った低身長のためのフットボールティーロンティー、これもねほんまに今季作ってね、日本の低身長男性のロンティー問題で解決できたなぁとね思います。はい、これから僕は日本のね低身長な男性を全員ね仕様で作っていくんですが、そのね第一陣としてね、このロンティーをぜひね手に取っていただいて、この凄さをね体感していただければ幸いでございます。でね、こちらのフットボールティーに関してですが、まずプライスがすっごいびっくりするんだけど、僕もねちょっとミスったかな感ありますね。こちらがね1万円下回ります。下回って9000円も下回って8800円ぐらいかなってねずっと思っていたんですが、まあ、過去の僕はね何を見せたか、7700円でもなくね6600円でこちらを制作しました。嘘つけっていうね、もう限界率ぶち上がってるけども、シフォンでロンティー出すのが初っていうことでね、できるだけ多くの人に手に取ってもらって、利益が薄くてもシフォンの良さを感じてほしい、シフォンのロンティーの良さを感じてほしい、低身長のためのロンティーはここにあるんだよってね思ってほしいっていう思いも込めて、かなりねお安く出して、しかも枚数もねもちろん限りがあります。で、受注生産もしないです。なんでね、ぜひこちら早めにね手に取っていただけると幸いでございます。こちらもねフットボールティーガースでね、160センチの方が XS を着た動画こちらです。164センチの僕が S を着た動画こちらです。171センチの方が M を着た動画こちらです。ぜひね参考にしてください。ってことでね、今回ね長いシオンのラインナップ動画ご視聴いただきましてありがとうございました。本当にねすっごいいい出来に仕上がってるし、ロンティーは低身長のロンティー似合わない問題解決してるし、ベストもコメントで前あったけどさ、180センチ以上しかベストは切れへんみたいなあったけど、164センチの僕でも160センチでも150センチでもかっこよく着てるベストもね作ったし、でもちろん軍パンも短足の僕が履いてもスタイルよく見える軍パン作ってます。シャツも低身長のためのシャツ、ずっと人気があったシャツをさらにパワーアップしてね、生地を変えてからも加えてね作りました。ほんまにね、こうシューンが毎回リリースするために数多くの数千人かの低身長の方をね、まあ、救ってると思うとほんまに嬉しいし感慨深いですね。でこうやってねこう活動を続けられてるのもね、本当に一人ね皆さんのおかげです。本当にねいつもありがとうございます。でね、こちらセカンドスプリングコレクションのですねリリース日が1週間後の3月16日の夜の22時からの発売です。金曜と土曜日に関してはですね、発売前に YouTube ライブ、時間は金曜日が夜の21時から、土曜日がリリース前の21時からの40分間ぐらいしますのでね、そこでね僕が全サイズを着てねサイズ選び手伝いますライブしますので、よかったらお越しください。サイズ選び手伝いますライブとかももう過去結構定番になってきたのでね、またなんか新しいことね1個や2個してね、新鮮味をね味わっていただけるような施策もね考えていこうと思いますね。ぜひね今回のリリースもお楽しみにしていただければと思います。シオンではね、こちらシオン専用の EC サイトでしか発売しておりませんので、こちらね購入する際に会員登録が必要ですので、事前に会員登録していただけますようぜひねお願いします。会員様がねもう3000人も超えてね、インスタのフォロワーさんもね3000人も超えてますのでね、ほんまに3000人の方にさこう一応発売を楽しみにしていただいてる、またはこう買ってもらってると思うと嬉しすぎんな。3000人やろ、もうその辺いっぱいいっぱいすごいな、本当に嬉しいです。ありがとうございます。
あとですね、シウンの EC サイトは転売防止とか、あとは悪質な、ね、人が来ないようにですね、カートに入れてから在庫確保じゃなくて決済してから確保になりますのでね、事前に、ね、カートからの情報を登録していただけるとスムーズに、ね、決済まで行きますのでね、そちらがおすすめでございます。今回発売するチェックシャツとロンティーとベスト軍パン、すべてね順次発送でございますのでね、そちらも購入をねすぐに手に取っていただけますのでね、かなり交渉を頑張って順次発送したのでね、ぜひねシウンの服と一緒にね春の思い出をたくさん作ってください。またね、買ったら買ったよっていうコメント DM お待ちしております。ではここまでねご視聴いただきましてありがとうございました。シウンではね、夏と秋冬もねめちゃくちゃかっこいい服作ってますのでね、そちらもお楽しみにお待ちください。またお会いしましょう。以上、アリベンデジ、バイバイ、アッシャー。